アメリカの秋、はぐれ。秋の天文の季語には空気感や状況が伝わりやすいものが多いように思います。ペンキ塗り、始まるところ、仮渡し。仮渡しとは初秋から中秋にかけて吹く北風のことです。俳句の先輩からこの句の鑑賞を聞いて、季語が語ってくれるということが少し分かってきました。日本ではペンキ屋さんでしょうけど、アメリカでは家族みんなでペンキ塗りなんて光景も珍しくないかも。秋空や家屋丸ごと移動中、家が道路を移動しているのを見てびっくりした。ただそれだけのこと。季語がその様子を語ってくれているでしょうか。農夫ともカウボーイとも秋夕焼け。移動手段として馬に乗っている人にたまに出くわします。カウボーイみたいな帽子はかぶっているけれど、お百姓さんかも。アーカンソーの広大な農地、牧場、夕日とのマッチングが何とも言えないのです。雨上がり、ほじそ触れ合うほどの風。しその実を取って調理しようという勤勉さに欠ける私は、大葉の収穫が終わるとそのまま放置。風が吹けば種が自然に弾けていきます。秋雨や他に聞こえるものもなく、雨の音には静けさを余計に意識させられます。寂しくなってしまうのもそのせいでしょうね。10月の大河を越えて客来たる。都会から離れて暮らしているので来客のほとんどない我が家ですが、ある時他州から来てくれるともあって楽しい時を過ごしました。大河というのはミシシッピーリバー。友人夫婦はアメリカではおなじみのキャンピングカー。10月というのは5月と並んでとても美しい時期。ハーレー・ダビッドソンのグループなどにもたびたび行き合います。季語、仮渡し、秋空、秋夕焼け、おじそ、
秋雨。10月秋。